はい、皆さんどうもこんにちは。ブドウです。ファイアーエンブレム暁の女神続きをやっていきたいと思います。はい。はい。よし。よし、やるぞ。ちょっと、前回の失敗は、ミカヤを間違って下ろしちゃったことだと思うんですよね。あのままずっと救出してる、し続けていれば、なんとかなったと思うんですよ。ここにレオナルドとノイスがいて、こうレオとノイスで塞いじゃえば、あとアーチャーはこっち、多分こっちに寄ってくるだろうから、それさえね、あそこでミカヤを救出したまんまにしとけば、ならなかったはずなんですよ。うん。っていうね、それを学んだので。で、サザは、多分ね、この二人、この三人が動いてきたんですけど、この人から範囲を外せば多分、てかあれか、サザは壁際に置いてたから、あれか、エイリーク状態になったのか。あ、そうやん。絶対そうやん。やけん、まあ、この二人を誘いつつ下に行こうかなと思います、サザは。ということで、まず最初はちょっと攻撃する。命中が不安だな。このね、なんかね、あ、今回いいな。なんか前回とかすごくひどかったですよね。命中が相手斧のくせにすごい 70% とか出して、これ避けるかな。避けてくんねえとまずいぞ。これ頼む、避けろエディ。えい、あ、スタート。よし、これうまいな。これ多分レオナルドに次来るから。エディは無傷。ノイスはここを塞ぐ。うん。で、忘れないうちにミカヤで渡しとく。テオノを。テオノがね、あればね、前回だったか、よかったんですよね。そう、忘れずにね。はいはい、よかったよかった。よけ、これ何パーなんだろう。71?いて、とどめさせるかな。一応いけるな。いけるいける。痛い。ほら、これノイズが全ての攻撃を当てんと話にならんちゃうんだよこれね。このソルジャー二人だけ釣って、あ、お、戦士が来てる。はいはい、もういい。シャシシャシ、はい、いくぞ。当ててくれ、頼むよ頼むよ。マジで当ててくれこれ。えい、よし、いいぞ。作戦は、前回をベースに、前回のやつをベースに行こうかなと思います。で、ここで、エリーが避けてくれたから、安心して、待ってよ。こいつは一つに、こいつは、レオは一旦退避させる。うん。退避。エリーで、このとどめ刺します。あ、違うわ。まあ、いっか。とどめ刺します。で、上の二人戦士が余ることになるけど、それは前回みたいに右からちょっと釣る。よし、いいぞ。ミカヤ癒しの手、これで戦士はエディを狙ってくるはず。エディは次のターン下に戻る。うん。で、早くこのソルジャーを倒す。来た。速さがね、1あればね、抜ける。行って。ほら。追撃できるのに。剣士のくせに速さが足りない。当てろよ。よし。いいぞ。で、エリーは避難します。サザが来るか。ちょっと待てよ、これサザ狙ってくるか。誰か一人残していた方がいいかな。ダメだな。いけないいけないいけない。ダメだな、これ。やっぱ囲まれることになるのかな。
サザはもういっか。しょうがないな。このソルジャー3匹は、この、こっちに逃げようと思ったんですけど、多分この人たちは、サザを狙ってくると思うんですよね。だから、結局囲まれるじゃん。どうしようかな。じゃあもうやっぱ前回みたいに、前回と同じく、ここで待機でいっかな。ここに待機しよう。そしたら2人からしか攻撃受けない。だろ？アーチャーも来ないだろ。来ないよね。ここに待機させよう。これならある程度耐えてくれるだろう。てか普通避けるんだけどな、サザならな。サザっていうのはまあ回避結構高いキャラで。頼む、倒して倒して倒して。よし。うん。で、8ターン目かなんかにね、自分の動画を見返して、確か8ターン目かなんかに来るんですよね。アーチャーが。アーチャーが来るので、いや、違うな。これいいか。癒しの手。ミカヤの HP が低い。ミカヤレベル1だっけ？レベル2か。もうな、結構時間経ってるから何が上がったか忘れました。でも前回は結構ね、いい成長だったような気がする。レオナルドとか。速さ上がってなかったけど、でも結構上がりました。技とか力とか上がってたわ。うん。まあ来るよな。避けて。さ、よし。あ、ミスった。おい、外すの忘れた。結局か。ダメだな、ちゃんと確認しなきゃダメだ。ああ、もったいない。3人分、もったいないな。ああ。もったいね。置きます。で、もう一人ぐらい。レオナルドと、ローラ。違う。ミカヤも言っとく？とりあえずね。とりあえず。みんなだって上に逃げる手はずになってるので。だよね。違う。ん？え？あ、違う。どうなったっけ？その、ミカヤとレオナルドとエディが右から行って、ノイスとローラは、確か、その場で逃げれたよね。だから、あ、違う、今いいか、いい、大丈夫、大丈夫。うん。あ。で、こうでしょ？で、こうでしょ？うん。もう、何やってんだ。68か、高いな。うぅ。ほら。高い高い。はい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 。で、レオで削って、あ、もったいないね。ミカヤで癒しの手をする必要なかったですね。待って。待てよ。移動は6かな。移動は6。1、2、3、4、5、6、OK だね。止
とどめを刺そう。えい、行け。やばい、いいぞこれは。魔力いらんけど素晴らしい。よしよし、もうやり直したくねえ。もう絶対やり直したくねえ。もうなんかエディの成長率見たんですけど、確かね、力と速さが一緒なんですよ。 60% なんですよね、確かね。結構高くない？なんか剣士にしては本当力はよく伸びる。うん、あ、待って。剣士って普通だって50、40ぐらいじゃないですか。なんとなく。力伸びないイメージあるじゃないですか。でも、エディは結構力がガンガン伸びる剣士で、その代わりでも、やっぱ剣士にしては、その、なんだろうな、速さ、技速さが60代っていうのはちょっと、うん。ちょっとね、あれだった、低い方だと思うんですけど、待って。攻撃17。守備は？守備上がったよね。守備5。12食らう。耐えるね。オッケー。で、まだ来ないよ。じゃあ、ここに待機させます。このアーチャーが動いてきたら、やばいんですよね。なんか動く気もするな、ハードだし。うん。よし。サザはもういいです。いいよね、これでいいよね。今何ターン目？ 76。 なんでこんな高いの？聖堂だからか。よしよし、これレオでとどめさせるよ。うん、6ターン目かな、7ターン目。じゃあ次来るな。待って、あー、いけないな。まあ、いっか。うん、次多分アーチャーが下から来るので、多分ですね、なんかね、右から来る気がするんですよ。なんかこの感じだとね、ここから来ると思うんですよ。なんか開いてるでしょ、ここ。だからなんかね、なんかやっぱね、あの、なんていうか、初見のつもりでやった方がいいですね。うん、初見のつもりやった方がいい。何にしても一回ノーマルやったことあるとはいえ、ハードは初めてなんで、もうなんか初めてこの暁をする気持ちでやらないと本当死ぬからな。死人が出る、本当に。うん、で急いで来てね、急いで来て。逃げよう逃げよう。三日屋はいけない。次のターンかな、次のターン。いけれるかな。あ、レオでもまあ HP 満タンだからいけるか。で次アーチャーが来るんでしょ。うん、 OK、 分かってた。で、うん、待てよ。まあ一人塞ぐ、エディで塞いで、この人たちあれですよね。うん、エディで塞いで、とりあえず一旦エディで塞ぎます。エディで塞いで、ローラで回復する。うん。ローラって、回避いくつ？ないに等しいよな。18か。普通ですね、この、何？暁の女神から、新要素として、なんかね、高低差のあるマップっていうのが出てきまして、この段差ってあるじゃないですか、段差。段差っていうのがシリーズ初めて出てきて、なんかね、上から攻撃する人は、上から攻撃、下の人を上から攻撃する場合、有利になるんですよ、なんかね、威力とか命中とかも上がって。逆に下から上に攻撃するときは、もう命中も低いし、威力も低いみたいな。確か威力関係あったっけ？っていうのがあって、あ、レオがやばいな。これいけるか。
移動は6でしょ、移動6だから1,2,3,4,5,6 だよね。ならばここに一旦逃げればいいか。レオも移動6でしょ、1,2,3,4,5,6 で次のターン次に行けるから、ミカヤここ、うん、サザは待って、こいつがノーマルだとこの人動かないんですけど、もしかしたら段差登ってくる、登ってこないか、あ、わかんないな、エディの方に来るかもしれない。サザをちょっと一旦こっちに向かわせときます。いいよね、危ねえ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 、うん、よし。普通ね、こういうの当たらないんですよ。普通はね、下から上の攻撃はめちゃめちゃ不利なので、普通は当たらないんですよね。命中クソ低いんですよ、 20% ぐらい多分。逆に上から攻撃するときはかなり有利。よし、サザはここ塞ぎますと。で、ここだからこういうのを利用して弓兵とか魔導士とかを育てるんですよね。こう上から、上からの方が有利だから。うん、よし、助けて助けてローラ、待って。そういうのもあるし、逆にこういうところに立っちゃうと上から弓兵で攻撃されるので、ちゃんとうまく避けなきゃいけない。もう一旦待とう。もうこれほんとなんか経験値ボーナスが低くなるような、こんなターン数かかってるの。さ、経験値ボーナス大事ですからね、このゲーム。あ、当たったし。普通当たんないのに、なんでもうほら、やばい。ちょっとやばいぞ。うわ、やべえな。ソルジャー、ソルジャーか。じゃあノイス向かってよ、ノイス。エディとノイスを向かわせる。違うな、こうだな、こう、ん、違う、え、こうだよね、こうだよね。37だな。いなんか敵の命中が高い気がする。普通37でもちょっと怖いな。ノイスで一体誘うでしょ。一発ぐらいいいか、一発ぐらいは。こいつを誘います。鉄の槍、ライト、よし、あぶねえ。ローラここに置いたらまずいね、うん、前回の2の前。じゃエディを回復する。お前はもうここに置いとけ。ノイス頑張ってくれ、ノイス。よし、よし、いいぞ、うまい。頼む、ミカヤ、速さ頼む、速さ。あー、ミカヤらしい。でも HP うまいな、ミカヤらしい。よし、倒せ、次で倒せるね。頼む、力と速さ、力速さ。くそ、前回の成長が良かっただけに悔しいな。よし、おお、よく避けた。しんど、倒しちゃって、よし、
倒せる。ミカエル倒すか。うん、いや、ノイズでいっか。えい、頼むぞ。初レベルアップ、初レベルアップ、速さ速さ。おお、いいね。力欲しかったけど。ノイズってでもなんか戦士の割に、戦士の割にね、確かね、あのなんていうか、技と速さがね上がる。なんか剣士みたいな成長するんですよ、ノイズって。痛い。よし、よし、これ多分ね、エディの方に来る、エディの方に来るから、サザはどうでもいい。よし、よし、一発どうかな。77か。いてー、追撃できない。速さ上がったのにな。6、うん、いいか。ちまちま削ろう。ちまちま削ってとどめはエディでいくか。よし、全部当てないと話にならないからな。頼むぞ。うん、よし、これ当たるかな。怖いな。当たれよ。当たらんとやばいぞこれ。 82% 怖え。頼む、当てて頼む。あ、ゲームオーバーか。ああちょっとやばい、もう。何回目これやり直すの、本当に。エディ死んだらゲームオーバーなのか。え、じゃあ誰が死んでもゲームオーバー、今のところ。ちょっと、これダメだろう、これダメだろう。すいません。そろそろ皆さんちょっとイライラしてると思う。本当に。じゃあ、何？次は、じゃあ、ダイジェストで。はい。うまくまとめたいと思います。今のところまでを。はい。次は。ご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。